申し込む。安藤美姫ブログで上した公の場で平昌五輪に沈黙のわけ。なぜだびっくり。フィギュアスケートの元世界女王でプロスケーターの安藤美姫30が平昌五輪に謎のノーコメントダッシュダッシュ。都内で1日に開かれた展覧会スヌーピー×面白サイエンスアート展 スヌーピーファンタレーション19日までのオープニングイベントでのことだ。年季の入った黒ずんだスヌーピー人形を持参した安藤は、私が生まれた時から一緒。そばにいないと大泣きして幼稚園へ行くこともできなかったと解雇。現役時代も振り返り、スヌーピー人形がいないと寂しい。4回転ジャンプを飛んだ時も、鳥の五輪の時も連れて行ったと笑顔を見せたところまでは良かったが、平昌五輪の感想を報道陣に求められると、スヌーピーの質問じゃないんですねと突然不機嫌な表情に。男子で2連覇の羽生結弦23イコール ANA の演技が終わるとリンクに風船人形が投げ込まれることに関連して、安藤のお好きなスヌーピーの人形と少しつながりはありますがと水を向けられても笑うだけだった。イベント直後には自身のブログを更新し、羽生を絶賛している。それ以前にも五輪の記述は多い。テレビも含む報道陣の前で五輪フィギュアを語っても良さそうなところだったが、テレビ局関係者は、五輪中の安藤さんはツイッターで羽生選手らの演技を解説したのが分かりやすいと好評なんです。でも以前からテレビの解説がうまくできないとぶっち焼けていました。だから黙るしかなかったのかも。先月に放送されたバラエティ番組で、安藤は過去に感動したフィギュアの演技を解説。映像を見ながら、ここ波ダッシュからのここと独特な言い回しで説教するだけで、司会者の古舘一郎63が、安藤さんの解説は噛み締めなきゃダメですねと苦しげなフォローをするしかなく、安藤も解説が神手じゃないからお仕事が来ないと嘆いていた。解説者は瞬時に答えられなければならない。安藤さんの解説は文字にすれば絶賛されるのですから、瞬発力を磨けば十分引きはあるはず。前でのテレビ局関係者、そのためイベントでフィギュアについては回答を控えたのか